ニュースをお伝えします。19日、ハンガリー労働党のホームページに、偉大なキム・イルソン主席の不朽の著作、祖国解放戦争の歴史的な勝利と人民軍の課題についてが載りました。偉大なキム・イルソン主席と金正恩総書記の革命児石碑、永遠に輝く不滅の史跡が、チャガン道人民本局に建てられました。チャガン道には道内の人民保安機関も訪れ、主体的な人民保安活動の発展のため苦労の限りを尽くした主席と総書記の不滅の足跡が宿っています。28日の竣工式に人民保安人と内務軍軍人、従業員が参加しました。朝鮮人民の偉大な祖国解放戦争勝利63周年に際して、職業同盟の活動家と末端組織の宣伝担当者が20日から28日まで、石東山地区の革命戦績地を巡りました。一行はポツンボ戦闘勝利記念塔、ポツンボ革命戦績地、チョンボン宿営地、ムサン地区戦闘勝利記念塔、サムジヨンの湖畔にある偉大なキム・イルソン主席の銅像と、ペクトー山にあるペクトー山の三大将軍を描いたモザイク画に献花し、敬意を表しました。また、革命の聖地である抗日武装闘争時代の秘密のベースキャンプ、ペクトー山密会を訪れ、金正恩総書記の聖火の前で決意を固める集いを持ちました。ペクトー山地区を巡る間、一行は、抗日革命闘争参加者の回想記の発表会、詩の朗唱会、スポーツ娯楽競技など、多彩な政治文化活動を行いました。ソソンで20日に開幕した知的製品展覧会が閉幕しました。28日、平壌の科学技術殿堂で閉幕式があり、ソソン労働党中央委員会、チェテボク副委員長と関係者、科学者、技術者、発明家が参加しました。閉幕式では審査結果が発表され、優秀な科学技術的な提案をした機関と科学者、技術者、勤労者にカップと賞章が授けられ、表彰がありました。また補助反射鏡を持つ LED 投光灯、ビジェドロナトの合成及び製剤化とその利用を研究した発明家に、世界知的所有権機関から贈られた発明家メダルと賞章が授けられました。21日、ブルガリアのソフィアで、朝鮮人民の偉大な祖国解放戦争勝利63周年記念の集いがありました。会場に太陽のように明るく微笑む偉大なキム・イルソン主席と金正恩総書記の写真が掲げられていました。ブルガリア共産主義者党、ブルガリア朝鮮友好協会などの政党団体の人のほか、市民多数が集いました。集いでは敬愛する金正恩元帥に贈る祝電が採択されました。世界肝臓炎の日の催しが28日保健省輸血院で行われました。保健医療、出版、報道関係者と中朝世界保健機関臨時代理代表、国連常駐コーディネーター兼国連開発計画常駐代表をはじめ、国際機構代表部の人、各国の大使館員が集いました。催しでは発言に次いで、肝臓炎の予防及び統制に関する資料が発表されました。参加者は科学映画 B 型肝臓炎の予防使用を見た後、保健医療従事者の保健知識をテーマにした講演を見ました。李永浩外相率いる朝鮮代表団がラオスで行われた ASEAN 地域フォーラム閣僚会議に参加し、28日空路ビエンチャンを立ちました。朝鮮民主主義人民共和国外務省スポークスマンが28日朝鮮中央通信社のインタビューに答えました。アメリカが ASEAN 地域フォーラム閣僚会議で朝鮮の自衛の核抑止力を中傷し、朝鮮半島の緊張激化の責任を転嫁しようと狡猾に振る舞ったことに関してのもので、スポークスマンは、アメリカ国務長官のケリーは26日ラオスで行われた ASEAN 地域フォーラム閣僚会議で、
アメリカは北朝鮮に対して敵対意志のないなどと口頭無形なことを言った。アメリカに共和国に対する敵対意志がないなら、なぜ南朝鮮に各種戦略資産を引き入れ、斬首作戦と平壌占領を大っぴらに唱えながら無謀な火遊びに共犯するのか。歴代のアメリカ大統領が直接出て悪の枢軸、消えてしかるべき国といって尊厳ある主権国家である共和国を公然と核先制攻撃のリストに載せ、制度崩壊を運営したのをどう見なすべきか。ケリーが合同演習が問題視されたことがない、合同演習が中止されていない中でも朝米基本合意書が締結されたと言ったのも、やはり天を仰いで大笑いする奇弁だ。アメリカの国務長官なら、アメリカが共和国の要求を受け入れて合同演習を中止したことがあり、かろうじてなされた朝米合意が反故になった主な原因の一つが他ならぬ合同演習のためだという歴史的な事実について知っておくべきだ。共和国が核武装したため、アメリカが朝鮮半島で合同演習を行うのでなく、アメリカが侵略戦争演習を頻繁に行い、核の脅威を絶えず増大させているので、共和国がやむを得ず核抑止力を保有し強化する道を選ばざるを得なかった。アメリカの魂胆は朝鮮半島の緊張激化の責任を共和国になすりつけ、侵略的なアジア太平洋リバランス戦略に従う自分らの武力増強と合同演習の名分を作り、当座はアメリカによるサードの南朝鮮配備の決定に反発している周辺諸国の抗議と非難をそらすことだ。アメリカの無謀な武力増強とすぐ展開される8月の合同演習が朝鮮半島と周辺地域にどんな事態を招くかは誰も予測できない。アメリカが朝鮮的施策動に熱を上げるほど、我々は国の自主権と尊厳を守るためできる限りの努力を尽くすだろう。またそれから招かれる全ての結果に対しては、アメリカがその全責任を負うことになるだろう、こう述べました。25日、南朝鮮の CBS 放送によりますと、南朝鮮のキリスト教会がアメリカと南朝鮮傀儡当局のサード配備を排撃し、朝鮮半島で平和体制を樹立することを強く求めています。平和と統一を開くクリスチャン連帯はサード配備の不当性を暴く国会討論会を開き、キリスト青年協議会は講演会を開き、朝鮮半島の平和を破壊するサード配備の危険性を暴きました。またキリスト教会協議会和解統一委員会もこの18日からアメリカの町々で平和協定締結の必要性を宣伝する一方、教会を訪れてこの闘争に連帯することをアピールする運動を繰り広げています。アメリカが最新鋭のパトリオット3ミサイルの南朝鮮配備を画策していることが25日明るみに出ました。このミサイルは迎撃高度が既存のパトリオット戦の2倍に達するもので、アメリカはその改良版を来年に南朝鮮占領米軍に配備しようとしています。アメリカは朝鮮での核戦争挑発のためのミサイル防衛システムを一日でも早く構築しようとの魂胆から、この前サードの南朝鮮配備を投票したのに次いで、最新鋭のパトリオット3ミサイルまで引き入れようとしています。アメリカが朝鮮人民軍の弾道ロケット発射訓練に言いがかりをつけたことを受け、朝鮮中央通信社が朝鮮外務省スパークスマンにインタビューした内容の全文または用紙を22日から25日までの間に、ロシア、シリア、エジプト、ネパール、コンゴ民主共和国の通信、新聞、ホームページが報じました。スイス朝鮮委員会、スイス土思想研究会が19日付の朝鮮民主主義人民共和国外務省スポークスマンの答えと、20日付の朝鮮人民軍パンムンジョム代表部スポークスマンの談話の内容を指示して21日共同声明を発表しました。北東山地区朝鮮友好協会のホームページに25日、
平壌に新築された中央階級的教育館を紹介する文が載りました。文は、中央階級的教育館はアメリカと日本の両帝国主義と南朝鮮傀儡集団階級の敵の悪辣さと残忍さを暴き、敵の威信をたぎらす教育の場だとし、教育館について詳しく紹介しています。ホームページは報復の決意を固める来場者と展示品の写真も共に載せています。以上でこの時間のニュースを終わります。カンソニがお伝えしました。こちらは朝鮮の会放送です。